本人選手ポスティング容認数ランキング。日本人ポスティング容認数、西武7人、飛行5人、広島3人、大阪3人、東京3人。巨人2人、阪神2人、横浜2人、千葉1人、中日1人、近鉄1人、福岡0人。西武が一番ガバガバなんやし少しは我慢してくれ。ポスティングなんて一人認めたら続くやつが必ず出るから諸刃の剣やで。あの選手がいけたんやから俺もってなるわなぁ。三井浩二でもポスティングさせてもらえるホワイト球団。なお、ポスティングなんて球団なんもえない。どんどん旨味消えて選手提供するだけやのに戦と悪みたいに言われてもなぁ。まあソフトバンクみたいにポスティングは絶対に認めんと高らかに宣言するのも一つの手やが、それには球団に高年俸を払えるだけの資力が必要。金がない球団は悩ましいところやな。選手がメジャー目指すのは金の差考えたら当然。球団はそんな簡単に選手流出させたくない。でも金はどんなに頑張ってもアメリカ様には勝てない。難しい問題やな。言うて西武は国内 FA 1年前になればポス容認するで。それすら待てない言うのはちょっとわがままちゃうか。これ三成が言ったわけじゃないけどね。構成も絶対ライオフにさせてくれとは言うてないしな。報道だけ先走った感あったが、開き直ってガンガン選手育てて高値で海外に売りまくる方針とかどうや。何のビジネスしてるのかわからんから無理やな。MLB に売るより日本での稼ぎの方が圧倒的に大きいわけだし、ポスティング認めない球団に対してメジャー移籍していた場合の想定年俸との差額を要求する訴えする選手いずれ出てくるよ。いくらなんでも日米の年俸に差がありすぎるわ。日本に居続ける機会損失半端ないで。んなこと言い出してもポスティングは球団の権利で一周されて終わるだけやろ。最初からメジャー行けよで終わる話だろ。ポスティング認めないって分かってて入ってるのに、実際加藤とか挑戦しとるやつはいるからな。一攫千金夢見るなら相応のリスクはしゃあないわね。まずポスの権利が選手のものやないという認識をはっきりしとかんとあかんわ。 MLB が高く買ってくれんかね。昔みたいなポスの譲渡金青天井がええわ。それなら球団にもインセンティブがある。あれだったらまだわかる。補強費用に回せるし活躍してくれて金も残すからね。今はもう損しかない。交渉するためだけに60億とか払うかもしれんって、 MLB からしたらたまったもんじゃなかったやろけど、 NPB からしたらそのくらいのメリット欲しいな。やっぱボス参加できない MLB の低予算の球団がごねたんや。ポスティングの譲渡金って今は年俸の 25-30% で青天井なんじゃないの？昔のポスティング代ってどうやって決まってんだっけ？松坂とかの時代は、昔のポスティングは球団が入札し合って最高額の球団だけが交渉できるシステムや、1対1の交渉になるから選手の年俸は他球団と競り合わないから安かった。西武も西武で公開でポス基準いっちゃえばいいんだよ。沢村賞2回取ったらいやおうなしにポスティング認めますとかなんとか。それなら選手もやる気出すか諦めるでしょ。ポスティングは球団の権利なのに認めろと迫る選手多いよな。海外フェイ目指すか、そもそもドラフトでルブ行けばいいのにね。本当にそう思うよ。金以外のメリットがないし昔ほどの大金でもないし、むしろきっちり認めてくれるだけありがたいのにな。認めない球団もあるんやし。筒香矢印2年16億、秋山矢印3年28億、有原矢印2年8億、沢村矢印2年4億、菊池矢印3年48億、吉田矢印5年125億、鈴木矢印5年100億、鹿矢印5年100億、近藤で大騒ぎしてるのがアホらしくなるな。これ見たらそらみんなメジャー業くわな。やっぱりメジャーは中継ぎクソ安いな。これで使い捨てなんやろ。ぶっちゃけ今って普通にメジャーいけるもんなん。高橋にしろ今井にしろ上沢にしろ普通にポスティングで取られる気せんのやけど、通用するかは別だけど行くだけならいけるし、日本の時よりも年俸は間違いなく高くなる。大谷を輩出してハムが今どうなってるかと考えたら、ポスティングなんて球団のためにも NPB のためにもならんよな。アメリカ式云々はアメリカ行くしかないし、ポスティングとかも球団も慈善事業やないのにな。
今井のは球団批判じゃなくて三成擁護が先にあることを念頭に置いとかないと行き過ぎるやつ出てくるわ。自分の年俸に不満があって言ってるわけじゃないからな。そこは勘違いしたらあかん。そもそも三成はフロントと円満に話してるんやが、なんで今井が勝手に切れてるんや。今井は後世のメジャー挑戦に無理やろと笑ってた連中に怒ってたらしいが、それだけで終わらせておけばよかったんだよな。今井はネットの意見見て熱くなっちゃうタイプやな。まあ今井は根は真面目なタイプなんだけどな。ちょっと誤解されやすい。例えば菊池はチームの優勝を条件にポスティングしてる。勝ち星が条件になるのはおかしくないのでは。確か3年連続2桁勝利も条件だったろ。最下位でポス時起訴されても次の年以降どないして戦えってなるわけで。優勝するってことはある程度戦力が揃ってるわけだから、それを条件にするのはおかしいとは思わんな。菊池のポス条件に優勝つけた時セーブポスする気ねえやんと申し訳ないが思ってしまったわ。それでも優勝させた菊池はようやった。移籍しやすいようにわざわざ譲渡金半額にしてあげたこともあるくらいポスティングに関しては良心的な球団なんだが、西武やって三井とか森慎二みたいなポスもあったが、基本的にはチームに大きく貢献した選手をポス認めるからな。ポス容認球団といえどいつでも OK は無理や。クライマックスで活躍できたらポスティングさせてくれるやろ。西武話わかる球団やし。